この放送は21世紀を目指す総合化学メーカーデンカ電気化学工業、明治製菓、富士ゼロックス、もっと楽しく感じるままに技術の日産の提供でお送りします。こんな風に生まれたものはこんな風に楽しい、生み出すことが科学。電化電気化学工業。トルテはケーキの板チョコです。ホイップクリームもケーキもうまく閉じ込めたチョコなのです。明治トルテを召し上がれ。明治トルテ。フルーツの果汁と香りがそのまま入ってる。ガムじゃない、キャンディーじゃない、これは明治の果汁グミ。走る気持ちはなんてキリがないんだろう。車の力をもっともっと出し切るために、ガソリンは選ぶものです。強積シエット GP1。 Spring has come。 きれいに静かにソフトウェアを起こしてあげましょう。コピーも取れる富士ゼロックスのパーソナルプリンターエイブレット10。コンピューターの可愛い出口です。新しい3つのパルサー、それには想像を超えた運動性能があった。走りの達人、新生パルサー完成。日産から。東京駒沢競技場です。インターハイ全日本ユース選手権2冠を制した静岡の清水一律商業がこの冬の選手権でも遺憾なくその実力を発揮することができるのか。まもなくキックオフです。今年のスピーク、合言葉はドラマチックイレブン。舞台はここ東京駒沢競技場です。昨日雨に濡れた芝のステージで清水商業、佐賀学園、両校イレブンは一体どんな筋書きのないドラマを演じるんでしょうか。今年で69回目を数える全国高校サッカー選手権の1回戦、全国大会3冠を目指す静岡の清水一律商業とその清水商業に5年前惜しくも敗れ雪辱に燃える佐賀の佐賀学園との試合をお伝えしてまいります。試合は40分ハーフで行われます。解説は元日本代表、現在読売サッカークラブ総括マネージャー尾身幸隆さんです。尾身さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京地方は13年ぶり元日の雨となりました。グランドコンディションちょっと気になりますね。そうですね。でもまあ芝生もほとんど揃ってますし、はい、問題ないんじゃないでしょうかね。その辺は。そうですか、はい、左にエンドを取りました。今大会優勝候補ナンバーワン、サッカー王国静岡が誇る無敵艦隊、マリンブルーのユニフォーム清水一律商業。そして一方右にエンドを取りました、ご覧の白のユニフォーム、相手がどこであろうとやるからには勝つつもりでやる、5年前の借りをまとめて返そう、いかにも九州男児らしい佐賀学園、白のユニフォームです。ともに2年ぶり6度目の冬の選手権の出場です。佐賀学園のキックオフで試合が始まります。今前半40分が始まりました。
ち上がりなかなか落ち着かないと思いますよ。そうですか、まあ、リラックスしてると言ってもね、やっぱり1回戦というのはどんな大会でも緊張しますからね。特に静岡の清水商業の場合はこの大会は推薦という形で地方大会を戦っておりませんので、この初戦の戦いぶりというのは非常に気になるところです。さあ白のユニフォーム佐賀学園がフリーキックゴール前、これはキーパーの清水商業1番の大石が抑えました。さあ試合展開なんですが、小野さん自身はどのように予想されますか。はい、そうですね、やはりあの前評判の高い方のチームが若干緊張気味でスタートしているという感じしますけどもね。前評判の高い方、はい、つまりマリンブルーのユニフォーム静岡の清水市立商業がやや硬い、はい、一方佐賀代表佐賀学園高校ですが、ファーストユニフォームは実は白地に紺の縦縞ですが、この1回戦はセカンドユニフォーム上下そしてストッキング真っ白純白のユニフォームで登場しております佐賀学園。右から左に攻めます。今一方ボールを持っているのがマリンブルー青のユニフォーム静岡の清水市立商業です。風は全くありません、無風です。東京駒沢競技場です。さあゴールサイド折り返す、佐賀学園クリア。これはあまり効果的なクリアではありませんが、佐賀学園のゴールキーパー2年生の北村が抑えました。なるべく早いうちにボールが浮いてる処理をね、はい、確実にするということがゲームを落ち着かせる一つの方法ですね。縦に通りません清水商業。さあ8番の磯のパス通ればチャンスだが通りません清水商業ボールです。6番の望月重義から前線へじりじりと上がってまいります。さあ折り返せるか、折り返した12番の川口が合わせるが、これはゴールの左外れました。やっぱり七海君のところのマークをね、はい、きちんとどれだけできるかっていうのが一つのポイントだと思います ね。 そうですね、今も七海君からのセンタリングですね。今清水商業としては、まあ、初めてのチャンスらしいチャンスということが言えるのではないでしょうか、はい、今尾身さんからお話がありました。清水商業7番をつけました中盤の七海ユース代表、この大会でも光っております。さてそれでは両チームのスターティングイレブンをご紹介してまいりましょう。まずマリンブルーの青のユニフォーム清水商業です。1番ゴールキーパーが大石です。2番ディフェンダーが望月近幸、3番ストッパー西ヶ谷、スイーパーは4番の薩川、左サイドバック大岩です。3年生中盤が6番の望月重義2年生、7番ゲームメーカー七海ユース代表です。15番が鈴木2年生、フォワードは3人、9番の梅原、10番キャプテン山田、12番の川口です。さあゴール前シュートを打つが、これはキーパーの北村が抑えました。今左足のシュートを見せました15番の鈴木、これはペナルティーエリアの外から積極的に打っていくミドルロングシュートがあります。さあ清水商業がずっと佐賀学園サイドで試合を進めております。前半の立ち上がり4分を経過いたしました。さあゴール前攻め寄ります、そのまま打ったゴール前、よくしのぎました佐賀学園。ここですね、やっぱりゲームを落ち着かせるためにキーパーのキックとかやっぱり長いボールとか大事ですね。あ佐賀学園の方は ずっと佐賀学園サイドで試合が展開されます。さあ注目の選手7番の七海のヒールキックからチャンスが生まれるか、10番の桃崎がクリアしてしました。それでは佐賀代表2年ぶり6回目の出場、白のユニフォーム佐賀学園のスターティングイレブンです。1番ゴールキーパー北村2年生、
ディフェンダースイーパーは江頭2年生、3番野中は右のサイドバック、左サイドバックは16番オーバーラップが大好きな中尾、ここまでが全て2年生です。15番は佐賀県のヘラクレスといわれるストッパー浅尾、10番は6番の陣内、14番キャプテンの大坪、7番のゲームメーカー松枝、8番の磯野、そしてフォワードは9番の淵上兄、10番の桃崎という2トップを敷いておりますが、しかしこうやって見てますと、尾身さん、先ほども10番の桃崎がクリアを見せましたが、ずっとやはり7番の清水商業、はい、七海に桃崎はマークしているようですね。そうですね。さあチャンスになるぞ。さあ清水商業がずっとボール、手前サイド、これは通りません。学園のゴールを守るのは2年生の北村。さあ三学園、これはキーパー清水商業の一番大石が抑えました。この大会はワールドユースアジア予選とそれから高校選手権の地方大会が重なったために、ユースチームの中心選手を抱える長崎の国見高校、そして今試合をしている静岡の清水市立商業、埼玉の武南高校、千葉の習志野高校の4チームが日本サッカー協会の推薦により予選なしで全国大会に出場することになりました。その結果、第69回全国高校サッカー選手権大会、52チームで全国3934校の頂点を争うことになります。清水商業の応援席がちらっと映りました。さあその清水商業が攻めていきますが、佐賀県がボールを奪います、ね、今みたいなところが確実に1本つながらないと、はい、ゲームがなかなか佐賀のリズムが出ないでしょうね。なるほど。あそこは怖がらないでやっぱり落ち着いてつなぐべきですね、はい、それでは両チームのベンチの表情などを伝えてもらいましょう。まず清水市立商業サイド、静岡第一テレビ、木田さん。はい、大谷監督なんですが、はい、佐賀学園中盤を厚くするようですねと言いましたら、セットプレーがキーになるんじゃないかとおっしゃっていました。それからですね、大谷監督は試合前に選手たちに、相手に仕事をさせるな、思ったらどんどん打っていけ、自分たちの集大成を試合に出せと発破をかけていました。選手たちも気合十分でした。以上です。はい、さあその清水商業キーになるセットプレーです。ゴール前には4人上がっている清水商業です。左足でボールを蹴る。さあゴール前だ。これは佐賀学園ボールとなったようなんですが、尾身さん、これはペナルティーエリアの中で何か清水商業に反則があったんでしょうか。はい、今のはちょっと後ろからのしかかったような感じになったんで、それを取ったんじゃないですかね。リプレイです、はい、佐賀学園ピンチを脱しました。さあその佐賀学園のベンチの表情です。南日本放送澤田さん。はい、大変ベンチの方静かに試合展開を見守っておりますけれども、控室の方でも大変落ち着いた気負いというものはありませんでした。大変落ち着いておりました。さて田中監督なんですが、力の差があるのでディフェンスを強化した作戦を立てていると、清水商業のドリブルでの突破をどう防ぐかがポイントだろうと、清水商業の七海には10番の桃崎に徹底マークさせる、攻撃はカウンターで単純に攻めるしかない、点が取れれば良いのだがという田中監督の話でした。はい、尾身さん、2トップの一角10番の桃崎をあえて10番に下げてのワントップシステム、はいはい、そしてその10番の桃崎を7番のゲームメーカー清水商業の七海にマークをさせるという作戦、これはどうご覧になりますか。まあ、特に前半に関してはまあ様子見ながらでしょうけども、はい、堅実な方法だと思いますね。はい、佐賀学園は創部25年を迎えますが、こうやってワントップで試合を行うのは初めてだということです。さあゴール前切り込んでいくぞ清水商業。長い笛は佐賀学園ボールのフリーキックとかあります。リプレイ。今9番の梅原から12番の川口が切り込んでいったんですが、佐賀学園ボールとかあります。いいボール出ましたよ。出ましたね。さあ9番の淵上兄が行きます。今いいボールが出たという尾身さんのお話でありました。佐賀県の9番、その91も前に出ている9番の淵上兄が前線に切り込んでいきました。
さあ縦に出します。3番のストッパーの西ヶ谷がキープ。これは足を引っ掛けたようですね、佐賀学園が。さあ試合はどんどん流れていきます。さあ10番の山田、キャプテンです。なんといっても清水商業は先ほど7番の七海のお話が出ましたが、7番の七海の他に5番のディフェンダー大岩がユース代表、そして先ほどボールを持ちました10番のキャプテンの山田がバルセロナオリンピック代表候補という、もうまさしくきら星のごとく素晴らしい選手が揃っています。前半の11分が経過しました。両チームともまだ得点は入っていません。お互いにかなり球際のところを集中効いてますからね。あのファールするつもりはないんでしょうけど、ファールが多くなってますね。ちょっとさあこの前半の10分立ち上がりを見ておりまして、これは清水商業オフサイドです。両チームの立ち上がりというのはいかがでしょうか。はい、まあ、今言ったように球際のところの、ね、ボールの奪い合いというところはもう両チームとも互角なんですが、そのこぼれた後の1本つながるかつながらないかというところがね、清水商業の方がやっぱり格が1つ上だという今イメージで感じてます。その格が1つ上だと言われる清水商業と対戦します佐賀の佐賀学園は、がっぷり四つに行ってはどうしても勝てないんで、秘策を練ってますよという話。これがワントップでした。さあゴール前だ、飛び込む、北村が抑えました。今清水商業飛び込んだのは9番の梅原。いいヘディングでしたけどね、正面でしたね。もう一度どうぞ。10番の山田からのセンタリング、そして9番の梅原が合わせましたが、キーパーの北村が抑えています。それでは向こうサイド両校の応援団が詰めかけているようです。札幌テレビの鹿島さんお願いします。はい、先ほどからチャンスのたびに大きくどよめています清水商業なんですが、父母会の皆さんが今朝6時半で、6時半にバス3台で、静岡を清水を出ました。150人の構成です。そして応援団10名ブラスバンド24名続けます、はい、ブラスバンド24名、これは普段の半分の構成だそうです。その他生徒はですね、今日は自由参加で140名がバス3台で詰めかけているんですが、なんと9割が女子生徒です。黄色い声が大きく響いています。一方の佐賀学園の方なんですが、こちらブラスバンド33名応援団10名が昨日入りました。応援団10名は裸足で、応援を続けています。そして父母の皆さんは22名なんですが、12月31日大晦日にこちらに入りました。しかし子供たち息子さんたちとはですね、ほとんど言葉を交わしていないと。しかし電話などでは元気そうだ、落ち着いていますよという声が返ってきました。以上です。はい、昨夜の雨でスタンドの席の方も雨に濡れておりました東京の駒沢競技場です。さあ10番の山田、右にそれました。ここまで清水商業シュートは3本、佐賀学園は1本もありません。さあショートコーナーです。さあじりじりと今度佐賀学園が上がっていきます。中盤での競り合いです。うまい、7番の七海、4番の薩川、これが清水商業最終バックラインということになります。
ずっと向こうサイド上がっていきます。一旦落としてさあクロスボール、ここには10番キャプテンのバルセロナオリンピック代表山田がおります。7番の七海から6番の望月重義、15番鈴木、鈴木シュートを打つ、15番の鈴木、佐賀学園の桃崎君ですか、10番の、はい、7番の七海君にですね、もうちょっとタイトにいっといた方がいいと思いますけどね、あ、はい、気持ちはいってるんですけどね、まだやっぱり少し怖がって開けてたりするんですよね。この7番の七海をなんとか抑えないと得点を与えてしまうチャンス、これを与えてしまうという話でした、佐賀学園の田中監督です。さあ10番の山田、2人がかり佐賀学園、小見さんどうですか、はい、10番のキャプテン山田の動きなんですが、10月の秋の国体で左足肉離れ、はい、その後どうもまだ調子の方は完全じゃないそうなんですが、はい、これまでの動き、さあ折り返す、これは大丈夫です。そうですね、少しグラウンドがやっぱり滑り気味なんで、その辺はまあ、ああいうボールプレーヤーはやりづらいかもしれないですけどね、まあ、ただ瞬間的に速いもん持ってますから、はい、小川さん、はい、その山田なんですが、約2ヶ月間戦列を離れていたことになるんですよね。で、山田君にしてみればやはり体力、スタミナ面がやや気がかりと言っていました。以上です。はい、15番の鈴木が上がります。6番の望月重義、シュート、ゴール決まった。最後を決めたのは9番の梅原、先制点は静岡の清水市立商業です。9番の梅原先制ゲット、一瞬詰めてたところがオフサイドじゃないかっていう感じでしたけどもね、佐賀学園の方もラインズマンを見つめてましたけども、あ、ちょっとギリギリでわからないですよね、これ。放送席、はい、佐賀学園ですが全く声が出ておりません。ベンチの方全く声が出ておりません。冷静になんか試合を見ているしようがないなという感じですね。あ、前半の16分、静岡の清水市立商業が先制いたしました。失礼、前半の17分、静岡の清水市立商業が先制しました。15番鈴木のアシスト、9番梅原のゲット、1対0、清水市立商業がリードしております。さあ再び清水商業がじりじりと前線を切り崩していきます。望月重義から鈴木、そしてここには10番の山田がいますが、山田は追いかけません。どうでしょう、尾身さん、この10番の山田、左足の太ももをぎっちりとテーピングしてますが、やはり本来の調子からするとまだまだと。そうですね、やっぱり少し自分の足が気になっているところあるかもしれないですね。少し歩き方、走り方なんかも変わってますね。テレビ埼玉をご覧の皆さん、こちらは東京駒沢競技場です。第69回全国高校サッカー選手権1回戦、静岡の清水市立商業と佐賀代表佐賀学園高校、前半の19分が経過して1対0、9番梅原のシュートが決まり、静岡の清水市立商業が1対0リードを奪っております。12番の川口、さあ前線折り返せるか、これは誰もいません。ゴールキックへと変わります。さあ1対0とリードされている佐賀学園、先ほどのベンチリポートでも声がもう全く出ないという話なんですが、
さあ活路は見出せるでしょうか。そうですね、これはもう試合前の約束通り、はい、まだ 1-0 なんでそれを守ってですね、続けていくべきだと思います。ここでもう攻めに回るとか、そういうまだ考えには変えない方がいいですね。このまま 1-0 のまま辛抱することですね。さあその全国大会参加を目指す清水一律商業相手に佐賀学園がどこまで辛抱しきれるんでしょうか。さあ15番の鈴木が上がる、今度は右足のシュート。佐賀学園が大きくクリア。静岡の清水一律商業1対0とリードを奪っておりますが、これは前半の17分、15番鈴木が切り込んでセンタリング、そして9番の梅原のシュート。ご覧のように前半の17分で先制点をしました静岡の清水一律商業、1対0とリードを奪っています。こういう時ですね、七海君が空いてるんですよ、ほら。あ、ここでフリー、左足の得意のパスが出ます。佐賀学園のボールになっている時に七海君をもう見ようという準備ができてないとやっぱりもう遅れてっちゃいますね。10番の山倉から直接ゴールキーパーの大石が抑えました。の対決と先ほど申し上げましたが、実は昭和60年度この静岡の清水一律商業が全国この冬の選手権で初の日本一に輝いた時に1回戦で当たったのが今試合を行っている佐賀の佐賀学園でした。それではここでもう一度簡単にメンバーをご紹介しましょう。1点リードしている清水商業です。1番ゴールキーパー大石、ディフェンダー2番望月近幸、3番西ヶ谷、4番薩川、5番大岩、10番は6番の望月重義、7番の七海ユース代表です。15番の鈴木、フォワードは3人、9番先制点を挙げた梅原、10番キャプテン山田、12番の川口、以上のような清水商業スターティングイレブンです。さあその10番の山田が上がっていきます。バルセロナオリンピック代表候補、1点リードはされているものの、5年前の借りをまとめて返そうとこの東京この駒沢競技場に乗り込んできました。白のユニフォーム佐賀学園です。1番ゴールキーパー北村、ディフェンダーは2番江頭、3番野中、16番中尾、15番浅尾、中盤は6番の陣内、14番キャプテンの大坪、7番ゲームメーカー松枝、8番が磯野、フォワードは9番の淵上兄、10番の桃崎、以上のような佐賀学園イレブンです。6番の望月重義から、また七海君が空いてますよ。4番の薩川、15番の鈴木、今日1アシスト立てます。これは通りません。これはオフサイドでした。そうですね、まあ、逆に 1-0 でリードされて落ち着くっていうパターンもありますからね、まあ、それでいい方に開き直れれば佐賀学園にもチャンスは来ると思うんですよ、はい、さあ佐賀学園大きな立てます。6番の陣内が上がっていきます。9番の淵上兄、しかしボールは清水商業です。さあ7番の松枝から、14番のキャプテンの10番の桃崎が上がりますが、これはダメ。さあ逆にキーパーとせる、12番の川口、さあフリーだ、折り返して15番の鈴木、さあ落として思い切ってミドルシュート、6番の望月重義、
原にもミドルシュートがあります。リプレイです。15番の鈴木から6番の望月重義。前半25分が経過しました。5年前の冬の選手権1回戦で対戦したとき、佐賀学園は全員必勝の鉢巻きを締めて会場に乗り込みました。今年はその鉢巻きはありませんが、気持ちは5年前の借りを全て返す。これまでサッカーフェスティバルなので、この清水商業の胸を何度も借りてきました。いつかはその胸を返そう、そういう気持ちで乗り込んできた佐賀学園、白のユニフォーム。しかし1点リードされています。さあフリーになった、清水商業シュートを打つ。10番キャプテンの山田、右足シュートはクロスバーの上。今おそらく一瞬自分でもオフサイドじゃないかと思ったんじゃないですかね。佐賀学園の桃崎くんがですね、ちょっともう前目に出てきましたね。あ、もう七海くんのマーク一辺倒じゃなくなってきましたね。ということは、はい、やはり点を取らなければもう勝てない。これがベンチからの指示なのか、本人の気持ちの問題なのか分かりませんけども、10番の桃崎が7番の七海のマークは外れて前線に上がってきたという佐賀学園です。今のはゴールラインはありましたけど、やっぱり七海君の左足いいですね、あのパス。清水商業7番の七海はもともとが左利きです。左足から多彩なパスをすることが非常に注目を集めています、7番の七海。さあその7番の七海、15番の鈴木、さあ切り込んでいきます、7番の七海のヒールパス。さあもう一度10番のキャプテン山田、1人かわして、これはゴール前です。さあペナルティーエリア、7番の七海、2人がかり佐賀学園。佐賀学園の3番の七香と6番の陣内、2人がかりでようやく七海からボールを奪いました。しかし先ほどからほとんどこの佐賀学園陣内でゲームは行われております。さあ10番の山田、取り返す、向こうサイドヘッド。10番の梅原、今日先制点を挙げています。この9番の梅原が前半の17分先制ゴールを決めています。ヘディングがほとんど清水商業ボールになっちゃうんですね、今のところね。確かに平均身長だけ見ましても5センチ清水商業が佐賀学園を上回っております。高さにも自信を持っています清水市立商業。今ちょっと左足を痛めましたのが佐賀学園7番の松江だ。佐賀大会の決勝で決勝点を挙げた選手です。佐賀学園のフリーキック、ちょっと足を引きずっています。ハーフウェイライン付近でのフリーキック、佐賀学園。前半まもなく30分が経過します。続きます。しかし1点を挙げて
なんとなく余裕を感じるもいたします。放送席、小川さん、清水商業の応援席です。はい、どうぞ。応援団席ですが、その清水商業の応援団席、はい、ブラスバンドに合わせましてですね、選手の名前を呼んでリズムカルに応援を続けているんですが、チャンスになりますともうプレーに熱中しまして、 あとはもうため息の連続、サッカーを楽しんでるなという感じですね。清水一律商業の応援席です。14番キャプテンの大坪から佐賀学園、さあ10番の桃崎折り返す、これはゴールキーパーの大石が抑えました。清水商業のゴールキーパーが大石が抑えまして、今の折り返した10番の桃崎のボールを抑えております。こちら佐賀県の8番の磯野、やっぱりマーク変わったみたいですね。変わったみたいですね。さあその七海、14番のキャプテンの大坪がどうやらマークに入っているようです。ユース代表、昨年の行われましたワールドユースサッカーアジア最終予選で大会関係者からおそらくこの大会ナンバーワンのプレーヤーではないかという評判を取りました清水商業の七海で、今ボールを持っておりましたキャプテンの10番の山田もユース代表だったんですが、この10番の山田はやはり足を故障しているということでワールドユース出場することができませんでした。しかしこの清水商業で唯一のバルセロナオリンピック代表候補です。さあその10番のキャプテン山田、放送席、はい、佐賀学園ベンチなんですけれども、はい、佐賀学園はですね、12月初めに国見高校と試合をする機会がありましてね、その時は2対0で国見がまあリードして、後半、佐賀学園が3点を入れまして逆転したんですよ。で終了間際に1点入れまして結局は3対3になったんですけれども、この試合で佐賀学園かなり自信をつけたようですね。今日はまあ一泡吹かせてやろうという気持ちで臨んでいるんですけれども、ちょっと今のところ劣勢ですね。その国見高校との練習試合は3対3、選手たちはそれで非常に自信をつけたというふうに語っていました佐賀学園の田中監督です。4番の札川から5番の大岩、この人もユース代表選手です。ワールドユースアジア最終予選、7番の七海とこの5番の大岩、この2人がユース代表としてインドネシアで行われました大会に出場しております。さあ七海からのパスが通りまして、9番の梅原が切り込んでいきましたが、これは佐賀学園がカット。7番の七海、先ほどからなかなかやはり素晴らしいパスがあるようですが、左利きの選手がトリッキーなことをやると余計かかりやすいんですね。左利きといいますと、その7番の七海と、そして先ほど1アシストを決めました15番の鈴木、この15番の鈴木も左利きの選手です。間もなく35分が経過いたします。1対0、マリンブルーのユニフォーム、静岡の清水一律商業が佐賀代表佐賀学園高校1対0と1点リードを奪っています。オフサイドの笛です。昨年からこのオフサイドのルールが若干変わりましたですね。そうですね、オフサイドのライン上がこれまでは、はい、オフサイドだったんですが、はい、これはオフサイドでもこれからは並んでても OK という、はい、疑わしきは罰せずというルールになりました。
況の審判ですが、レフリーは森津さん、日本協会公認の一級審判員、ラインズマンは手前が太田さん、そして向こうサイドが生田さんです。前半の35分が経過しました。1対0清水商業リード。さあオーバーラップが大好きな16番の中尾が上がっていきます。さあこの縦パスが通るか。10番の桃崎が上がっていきましたが、4番の薩川がボールをカットしております。佐賀学園とすれば試合前、とにかくボールをあまり持たないでダイレクトに思い切ってパスを結べば、そういう話でしたが、さあ新商業10番の山田が切り込む、ちょんと出してこれはオフサイド。清水商業がある程度安定したゲーム運びができるっていう、その隠れたやっぱりディフェンダーのね、あの力っていうのもこれ大きいですね。やっぱりディフェンダーのそれぞれの力も高校レベルではトップクラスだと思います。はい、とにかく清水商業のディフェンダー4スイーパーと言われるぐらい、はい、とにかくボールをカット、そして拾いまくる、そういうディフェンス陣です。今日の観衆は5000人です。さあこの縦パス川口が行く。さあ12番の川口落として、これは通りません。さあ佐賀学園がこの長いパス通りません。清水商業がもう一度体勢を立て直して、今度は手前サイドから上がっていきます。右からの攻撃、ワンツー、15番の鈴木、3番の西ヶ谷、6番の望月重義、手前サイドクロスボール、12番の川口、さあゴール前には3人いる。清水商業ボールです。12番の川口、今日センターフォワードと入ってなかなか頑張っていますが、どうでしょう、先月怪我をしました他校という対戦得点能力の高い選手がおりますが、はい、清水商業の場合はもうそこら辺は層が厚いですからね。ベンチ入りはしていますけれども、はい、どうもやはりその右足の調子が今一つということで、先発はこの12番の川口が起用されております。前半の38分、残り前半2分を切っております。放送席、はい、あの先ほど名前出ましたが田甲選手なんですが、はい、あの12月29日に練習再開したばかりということで、まだ右足首の外側が痛いということなんですが、でもコーチとしましてはやはり今日はちょっと使いたいなということです。さあ新商業チャンスだ、コーナーです。清水商業この試合2本目のコーナーキック。ここは佐賀学園要注意ですね。このまま前半をこのままで終わるということがまず大事ですね。9番の梅原が行きます。7番の七海はニアポスト、5サイド大岩、球を置いた、これはゴールキックです。メガネをかけているこちら清水商業の大滝監督、39歳です。商業の先生として昭和49年4月母校の清水商業に赴任以来、16年にわたってサッカー部の面倒を見ております。さあ今のこのシーンなんですが、12番の川口、ゴールを割ることはできませんでした。さあ前半時間がほとんどなくなってまいりました。静岡の清水市立商業と佐賀の佐賀学園との1回戦。さあ7番の七海が上がります。ユース代表の七海が上がる、これは笛はありません、笛はありません。キーパーの北村が抑えました。佐賀学園さあ6番の望月重義、手前12番の鈴木から、これは通りません。5番の大岩から3番の西ヶ谷、いい選手っていうのはファールをもらいに行くのも上手いですからね。
確かに5番をつけました清水商業の大岩がそのワールドユース大会でやはりそのしたたかさを学んできたというような話を聞きました。さあ前半ここで40分が終了いたしました。前半を終了いたしまして1対0清水商業が佐賀の佐賀学園をリードしております。この放送は民放45社の共同制作で東京の駒沢競技場からお伝えしております。両チームの応援団の方にお願いいたします。観客席いちごたっぷりフレッシュチョコレートチョコレートキウイたっぷりフレッシュメイジフレッシュ美味しさがアフレッシュ生クリームチョコの本格派メイジフレッシュ。勉強もしないで卒業して入った会社で暇つぶしして行き着く先は浜の越しラッキー人生はラッキーメイジのラッキー走る気持ちはなんてキリがないんだろう。車の力をもっともっと出し切るためにガソリンは選ぶものです。強積シエット GP1。 すぐそばにいるのにお互いの情報を生かすことができないなんてまるで別々の惑星にいるみたいだね。そこでシステムインテグレーション、システムを超えて情報機器を一つに結び豊かな発想を引き出すこと、今富士ゼロックスが北海道大学で進めています。日産は日本車を美しくします。絶世のセダンです。日産プレセア誕生。電化電気化学工業。東京駒沢競技場です。前半を終わりまして1対0で静岡の清水商業が佐賀代表佐賀学園高校を1点リードしております。さあこのハーフタイムの時間を利用いたしまして両校の学校紹介の VTR をご覧いただきましょう。今や爆発的人気のちびまる子ちゃん、そのまる子ちゃんの故郷がこの清水市、そしてここ清水にある清水商業サッカー部こそまる子ちゃんの憧れであった。清少名物といえば何たって応援団の清少サンバ、この勢いで一昨年の選手権は2回目の優勝、決勝点を入れた山田君は今ではキャプテン、夏の高校総体だって逆転優勝しちゃったんだけど決勝点のアシストはやっぱり山田君だったよ。キャプテン山田は今や押しも押されもしないスターであった。だけどキャプテンは太ももの肉離れでしばらく試合も練習も休みしてたんだけど本当に大丈夫なのかな、あたしゃ心配だよ。勝ってくれると思う、やってくれると思うけどね。勝ちます、絶対に勝ちます。そうだよね、だからみんな力を合わせて頑張ってよ。ほら監督、みんなの優勝コールが聞こえてきたじゃん。
ちのチームもですね、はい、まあ、全員サッカーでやっているものの、やはりこう目立つ選手っていうのがあります。特にあの前線で、突破して点を確実に取るような選手が欲しいわけですけど、その辺がちょっと、前回のチームからすればですね、心配な点がありますけれど、まあ、全員でやるほかないだろうと思います。もう全員サッカーを目指して存分にやれということだけですね。もう攻め中心のチームです。前段の力を思いっきり出したらそんなおかしい試合はできないと思うので、頑張って、まず1回戦突破できたらもう優勝狙いです。三冠の鍵を握る山田を中心としました清水市立商業の学校紹介の VTR、 そして攻撃が最大の防御という全員サッカーを目指す佐賀学園両校の学校紹介の VTR をご覧いただきました。この放送は民放45社の共同制作で東京駒沢競技場からお送りしております。気持ちはなんてキリがないんだろう。車の力をもっともっと出し切るために、ガソリンは選ぶものです。強積シエット GP1。 Spring has come. 静かにソフトウェアを起こしてあげましょう。コピーも取れるフジゼロックスのパーソナルプリンターエイブレット10、コンピューターの可愛い出口です。ものはこんな風に楽しい、生み出すことが科学、電化電気化学工業。いつも新しい。今年も明治ミルクチョコレートをよろしくお願いいたします。東京駒沢競技場です。前半を終了いたしまして1対0と静岡の清水市立商業が佐賀代表佐賀学園をリードしております。その佐賀学園のイレブンが先にグラウンドに出ておりまして、後半のキックオフを待ちます。解説は元日本代表現在読売サッカークラブ総括マネージャーの尾身幸隆さんです。尾身さん、はい、前半の40分を振り返りましていかがでしょうか。そうですね、あの前半見た感じではもう8割方清水商業ペースなんですが、点差がまだ最低の1点差なんでね、はい、この後半の戦い方次第では 1-1 になるか 2-0 になるかの、
チャンスがどっちにも来ると思うんで、そこが鍵だと思います ね。今度どちらのチームが点を取るかで、そうですね、この試合のゲームの流れというのがある意味では決まってくるかもしれません、はい、さあマリンブルーのユニフォーム、静岡の清水市立商業もグラウンドに登場いたしました。さあ後半の戦いぶりということになるんですが、はい、まずリードしている清水市立商業、今円陣を組んでおりますが、こちらの方はやはりディフェンダーを中心にですね、はい、何しろ無失点でいくという形から2点目の来るチャンスはいくらでもあると思うんで、それを確実にものにすると、焦って点を取りに行って1-1をその避けないといけないですね。なるほど。一方の白のユニフォーム佐賀学園ですが、こちらの方はそうですね、いろんな戦い方できると思うんですけれども、やっぱり中盤の七海君をもう少しタイトにマークして、で劣勢のゲームでいいボールがそう出てきませんから、はい、10番9番の、2トップがですね、はい、やっぱりそこでなんとか頑張ると。後半の40分が始まりました。そういう意味で佐賀学園というのは数少ないチャンスをものにすることが大きな鍵を握りそうです。1点リードしている静岡の清水市立商業、この冬の選手権で19年ぶり史上3度目の三冠達成を目指しております。これまで三冠達成といいますのは41年、インターハイ、国体、そして冬の選手権で静岡の藤枝東が、そして44年には埼玉の浦和市立南高校がそれぞれ三冠を達しております。それでは両校のイレブンご紹介してまいりましょう。まず静岡の清水市立商業です。1番ゴールキーパー大石、2番、ここからはディフェンダーです、持ち主近駅、3番ストッパー西ヶ谷2年生です。4番の薩川スイーパー、左サイドバック大岩、ユース代表の3年生。中盤は6番の持ち主重吉2年生、7番ゲームメーカー七海、ユース代表の選手です。15番鈴木、この人は今日1アシストを決めています。フォワードは3人、9番の梅原、この人が先制ゴールを決めました。そして今大会ナンバーワンストライカーと言われる10番キャプテンの山田、バルセロナオリンピック代表候補、12番が川口2年生、以上のようなイレブンです。清水商業、何か余裕すら感じるんですが、そうですね、いかがでしょうか、おじさんご覧ください。佐賀学園の方がですね、5番の大岩、5番の大岩、ユース代表、佐賀学園の方が、はい、守ろうと思うあまりに、ボールやっぱり飛び込みすぎですね、で逆に後ろの人間に、味方の後ろの人間に時間を作ってあげられないという、相手を加速させてしまうというようなプレーが逆に出てきてますよね。この高校生レベルでいった清水商業のようなチームがトップスピードで入り込んでくると、はい、止めるのは相当難しいのかもしれません。そうでしょうね。さあコーナーキック、後半初めてのコーナーキック、佐賀県ヘッドでクリア、しかしボール10番のキャプテンの山田、これを奪い返した佐賀学園、キャプテンの大坪、クロスボール、さあ7番の松枝、さあ地方大会の決勝戦でも決勝点を決めている、これ笛はありません。さあ4番の薩川、7番の七海、左に振ると見せて右に立て、さあ12番の川口折り返す、さあここに10番の山田がいる、キャプテンの10番の山田、左足シュート、もう一度15番の鈴木がダイレクトでボレーシュートを放ちましたが、キーパーの北村が抑えています。もう一度どうぞ。おみさんいかがですか。ナイスキーパーですね。ちょうど四角になって今見えなかったかもしれませんからね。分厚い攻めです。静岡の清水市立商業、
ンバー紹介を続けます。佐賀代表佐賀学園高校、白のユニフォームです。1番ゴールキーパー北村、2年生です。ディフェンダー2番スイーパー江頭、3番野中、右のサイドバック、左サイドバックは16番中尾、ここまでが2年生です。さあチャンス、ゴールの左を割りました。メンバー紹介を続けます。ディフェンダー15番の浅尾、ここからが全て前線は3年生です。中盤は6番の陣内、14番キャプテンの大坪、7番のゲームメーカー松枝、8番が磯野、フォワードは2トップ、9番の淵上兄、10番の桃崎、以上のような佐賀学園のイレブンです。前半後半両チームともメンバーチェンジはありません。1対0、前半の17分、9番の梅原が先制ゴールを決めております。1対0、静岡の清水市立商業がリードしております。放送席、はい、清水市立商業なんですが、はい、前半終了した時にですね、大谷監督は首をかしげながら無然とした表情で引き上げてきました。少々絶起に不満があったようですね。それからハーフタイムの指示なんですが、はい、ディフェンスのポジショニング、特にですね、はい、4番薩川、3番西谷のポジショニングを再確認するよう指示が出ていました。以上です。4番の薩川と3番のストッパー西谷のポジショニングのチェックですか。さあ12番の川口が上がっていきますが、これは清水商業ボールのフリーキックと変わります。前半の5分が経過いたしました。少々不満だという大滝監督、清水商業の監督です。さあいい角度からのフリーキック、7番の七海が蹴ります。ゴール前には6人が詰めています。さあ上げます、ゴール前、ヘッドが決まった、ゴールイン。決めたのは3番ストッパーの西ヶ谷、2年生。2対0清水商業リードが広がります。まあ、いいボールだったですね、入ったボールがね。セットプレーが鍵だという大滝監督の言葉を裏付けるように、7番のこの七海からのセンタリッチプレー、フリーキックを見事、3番ストッパーの181センチという長身の西ヶ谷が決めました。放送席、はい、清水自立商業の大谷監督なんですが、先ほどの1点目の時には微動だにしなかったんですが、はあ、今ですねガッツポーズが出ましたよ。そうですか、2点目が欲しかったんでしょうね。そうでしょうね。さあ佐賀県が逆に折り返すが、これは誰もいない。さあ9番の淵上兄が上がるシュート、これはカットされた。さあもう一度7番の七海がここまで下がります。じっくり状況を判断して縦、12番の川口、そして5番の大岩、5番の大岩から15番の鈴木、さあさらに外へ、ここには山田がいる、キャプテンの10番山田、ゴール前には3人いる、うん、キーパー弾いた、佐賀県これをクリア。放送席、はい、ほっと胸を撫で下ろした佐賀学園なんですけれども、田中監督がですね、ベンチから控室に引き上げる時の第一声が、はい、手強いねと、ちょっと疲れが出てきた、あと40分死に物狂いで行くしかないと、このようにおっしゃってました。それから後半もですね、点を取らなければいけないので、はい、7位マークの桃崎、これをまあスイッチさせながらですね、点を取りに行くと、このようにおっしゃっておりましたね。小見さん、その点を取りに行くという姿勢が逆にディフェンスの甘さにつながったということは言えますか。そうですね、まあ、でも今の2点目がフリーキックからなんでね、なんとも言えないんですが、まあ、キーパーがちょっとかぶっちゃったところもありますしね、まあ、何しろ佐賀県にすれば惜しい2点目だったですね。さあここまでシュートの数ですが、清水商業が前後半合わせてこれまで14本、一方の佐賀学園は1本もシュートがありません。このシュートの数から見てももう両チームの差というのがはっきりと分かります。2対0、清水市立商業が佐賀学園を2点リード奪っております。放送席、はいどうぞ。応援団席ですが、清水商業はますます声が大きくなってきました。2点目がやっぱり応援団も嬉しかったようです。そうですか。ブラスバンドの楽器を、まあ、
天に突き上げるような感じでガッツポーズを出しました。一方佐賀学園の方なんですが、県の皆様ちょっと沈みがちなんですが、実はですね9番の淵上選手のお父さん、はい、吉幸さんが、いらっしゃいまして、ちょっと前半消極的だったと、後半やっぱり1点を取りに行ってほしい、普段のサッカーをしてほしい、ちょっとよそ行きのサッカーじゃないかなと不満を漏らしていましたね。さあ12番の川口が切り込むが、これはキーパーの北村が抑えた。その前に笛、キーパーチャージですね。キーパーチャージを取られました12番の川口。その佐賀県のゴールキーパー北村が今顔を押さえて倒れております。今のプレーです。ここからこぼれ球を取りに行こうとした12番の川口と佐賀県のゴールキーパー北村が交錯しました。では別の角度からです。この前に笛が吹かれております。まだうずくなったままゴールキーパーの北村です。2年生です。心配そうにその北村を見つめます佐賀学園、おそらく規定の皆さん方でしょう。さあ試合が再開されました。さあ佐賀学園この大きなパス、清水商業逆に6番の松井重義、佐賀学園が逆にボールを奪い返します。さあ縦、一人選手が倒れていますが笛はありません。これ長い笛です。倒れている14番のキャプテンの大坪のところにレフェリーの森木さんが行きますが、大丈夫だと確認を取って試合を続けます。心配そうな表情、佐賀学園の田中監督53歳、保健体育を教える傍ら佐賀学園を率いて25年のベテランの監督さんです。のびのびサッカー、個性を伸ばすサッカーが身上です。さあ5番のユース代表の大岩から7番の七海、そしてまた大岩、さあフリーになった。その前にオフサイドの旗が上がっています。ギリギリですね。ギリギリここら辺がそのルール若干の改正も伴って微妙ですね。本当5番のユース代表の大岩です。この大岩と5番の大岩と7番の七海が出場いたしました。その昨年のワールドユースサッカーアジア最終予選、残念ながら日本は予選リーグを勝ち抜くことができませんで、決勝トーナメントに出場できませんでした。しかしこの大岩は海外のチームとやるとやはりどうしても相手はいわゆる主審に見えないところで、言葉は悪いんですが、そのしたたかさ、これが非常に勉強になったと話していました。どうしても国内出ていくとそういう面はもうありますね。その5番の大岩はゴールキーパーの大石とともに筑波大学への進学が決まっております。一つの学校からまして同じクラブから2人筑波大学に推薦で行くというのは今まで例のないことだそうです。後半の間もなく13分になろうとしております。2対0静岡の清水市立商業、佐賀の佐賀学園を2点リードしております。9番の川口、6番の望月重義、縦、そして15番の鈴木がフォローアップ。さあ前線に、これはキーパーの北村が抑えました。そして今年この静岡の清水市立商業は昨年夏のインターハイ、そして第1回の全日本ユース選手権、それぞれ優勝を果たしまして2冠、この冬の選手権19年ぶり史上3度目の3冠達成を目指しております。さあ10番の山田が切り込む、折り返す12番の川口、これは合いません。しかしもう一度左足、6番の望月重義がシュートを放ちました。ご覧の選手です。もう一度どうぞ。
こぼれ球を6番の望月重雄が走り込んできて左足シュート。10番の山田、バルセロナオリンピック代表候補。これはコーナーキックです。清水商業の方も追加点取るんだったらやっぱり外からもっと行くべきでしょうね。さあ7番の七海がコーナーを蹴ります。ニアには望月重雄6番、そしてファーには12番の川口がいます。さあゴール前です。山田のヘッド下で落として12番の川口のシュート、12番の川口のシュート左にそれました。この空中戦でもどうでしょうか、清水商業がやはりうまさ、はい、そうですね、高さ、ディフェンダーのところがもうほとんど負けないですね。で出足も、まあ、今のプレーもそうですけどね、はい、一体清水商業の方が上回ってますね。ヘッドで合わせる。さあ9番の川口、失礼、9番の梅原。さあ9番の梅原が切り込んでいきます。清水商業ボール、後半の15分が経過いたしました。5番の大岩から7番の七海、振り返って左足シュート、決まった。3点目、清水商業3回でファインシュート、ファインゴール。後半の15分、今のはもうフェイントからシュートまでがもう一連の動きがね、もう高校生とは思えないですね。大滝監督 2,3 回細かくうなずきました。さあリプレイです、ご覧いただきましょう。別の角度からです。この5番の大岩のアシスト、7番の七海の左足シュート、この清水商業が誇るユース代表コンビで3点目をもぎ取りました。後半の15分です。放送席、はい、どうぞ。応援団席、駒沢競技場、ちょっと弱い雨が降ってきたんですが、その傘を打ち振ってですね、もう3点目大喜び、まだまだ点が欲しいといった感じですね。うわ、清水商業です。さあ3対0とリードを奪っている清水商業がまた攻撃を見せます。これは2番の江頭が勝ってきました。さあ縦へ出します、佐賀学園。さあ通ればチャンス、7番の松枝が走り込んでいきます。さあ前線にはキャプテンの大坪が上がっています。清水商業2人がかりで攻めます。7番の松枝倒れていますが笛はありません。ボールは佐賀学園です。この辺のディフェンダーの爪もね、はい、佐賀学園のサポートよりも逆に速いですからね。これは冷静に大石がゴールキックへと持っていきます。ゴールキーパーの大石、先ほどアシストを決めました。5番の大岩とともに筑波大学の進学が決まっています。何でも試合前の夜に必ず手袋を洗うというのが彼の習慣なんだそうです。勝つためのおまじないと話してくれました。1番のゴールキーパーの大石、非常にお父さんが熱心な方で、練習や練習試合もずっとできる限り仕事の合間を縫って顔を出しています。強いチームのゴールキーパーは目立ちませんからね、あまり大会なんかで。そういう意味では地味な存在に見えるかもしれませんけど、彼もなかなかしっかりしてますよね。はい、大変試合経験が豊富なゴールキーパーです。でインターハイと全日本ユース2冠を制して、まあ、その前に無失点で行くと豪語していたところ点を取られたんで、この大会は大きなこと言いません目標はあえて言いませんというような話をしてくれました。清水商業のゴールキーパーの大石です。さあ10番のオリンピック代表候補山田が上がります。3対0、
後半の間もなく19分になります。目を落として向こうサイド上がればチャンス。12番の川口、さあ15番の鈴木左足、15番の鈴木の左足、キーパーの北村が抑えております。さあ佐賀学園のキャプテンの14番大坪のパス、これが通りません。逆に清水商業、7番の七海、15番の鈴木、9番の梅原、ターン落として15番の鈴木、さあどうする。さあ前線へ、ちょっとわずかだけになりました。7番の七海です。同じ時間ゲームやってても疲労度がかなり違うような感じですね。そうですか。まもなく後半の20分が経過しますが、試合開始と比べて両チームの動きに何か変化がありますか。やはり佐賀学園の方がですね、少し守り疲れちゃったかなという感じがしますね。攻撃の時にやっぱり切り替えがどうしても遅くなってきますしね。放送席、はいどうぞ。佐賀学園ですけれどもね、田中監督、これ以上点はやりたくないけれどもしようがないなと首をひねってらっしゃいますね。確かに試合前のお話でも佐賀学園の田中監督、競ればいいんだけれど、もし逆に先制点を取られるようなことがあれば敗者がつくかもしれないな、独り言のようにつぶやいていらっしゃいました。そうですか。3対0、静岡の清水市立商業3点リードしております。今年で69回目を数える全国高校サッカー選手権、東京駒沢競技場からお送りしております。1回戦後半の20分が経過いたしまして、3点、点差は3点です。どうでしょうか、この3点という大差がつきまして、はい、まあ、大差と言っていいのかよくわからないんですが、さあ清水商業が再び、これは笛、ペナルティーエリアのすぐ外、フリーキックを得ました清水商業です。まあ、やってる選手にすれば3点というのはもう重いでしょうね。確かに。ただなんとか1点取りたいという気持ちだけで支えてやっていかないと、まず1点入るまではね。なるほど。そのがどうしてもゲームの中ではなんとかしか言いようがないんですけどね、なんとか1点を取るという。さあ清水商業追加点になるか。キャプテンの山田が蹴ります。佐賀学園4人で壁を作りました。山田は蹴りません。七海が蹴ります。直接狙いました。七海の左足、この左足シュートで清水商業は後半の15分3点目をもぎ取っております。さあこの冬の選手権というのはもうご存知の通りトーナメント方式ですから、この静岡の清水市立商業の場合は三冠を達成するためには全部で6試合戦わなければなりません。さあ9番の川口が上がります。真ん中へ折り返す。佐賀学園クリア。さあ佐賀学園中盤での競り合いが続いています。でこの6試合を戦っていかなければならないチームにとってどうでしょうか、はい、3点リードしたからじゃあ後半は少し流そうかとかいうことをやはり考えるんですか。そうですね、選手は中では絶対考えてないと思います。はい、ただいろいろポジションによっていろんな思いがあるんでね、おそらく山田君なんか自分も1点取りたいだろうし、あなるほど、はい、まあ、ディフェンダーにしてみればこれは絶対0点でいい。そうです、思いがありますから、まあ、清水商業にしてもこの大会の中で勝ち抜いてきたチームがベスト8ベスト4から当たってくるところからでしょうね、好きができるとすれば、逆に監督さんからすれば、山田が先月ようやくボールに触り出しました。静岡の清水市立商業10番をつけましたキャプテン。
そらくこの10番の山田がフルにこの試合出るということになりますと、10月に行われ福岡で行われました飛梅国体以来、この10番の山田、それ以来およそ3ヶ月ぶりのフル出場ということになります。さあ折り返す、9番の川口が詰めている、ちょっと転んだ、滑りましたね、雨で細かい雨が降ってきたという情報が入りましたが、その雨で濡れた芝にちょっと滑ったようです。9番の川口、15番の鈴木、今日1アシスト。さあまたいい形、七海が持っている、七海が上げる、これはちょっと弱かったようです。今のはもう止めてほしかったですね、ジャンプしてでも胸で、でワントラップして、はい、足もう完全に超えてきてフリーですからね、はい、12番の川口、ヘッドはちょっと弱かった。さあその12番の川口が行く、笛はありません。コーナーキックです。後半清水商業3本目のコーナーキックです。この試合5本目のコーナーキック、得点は3対0です。コーナーを蹴るのはやはり7番をつけた七海です。清水商業ゴール前ペナルティーエリアの中には6人が詰めております。さあ、はい、ニアに持っていきましたが、これは再びコーナーです。後半4本目のコーナーキック。本当にあの相手にとってはいやらしいボール蹴りますよね。カーブのかかり具合とスピードというね、はい、高さも。ニアには6番の望月重義、真ん中には12番の川口。さあその望月重義ヘッドで合わせるが、これは右をそれました、右にそれました。今のプレーです。6番の望月重義、ニアに合わせましたが、これは得点はありません。後半の26分が経過いたしました。3対0、清水市立商業が佐賀学園3点リードしております。さあ山田が上がります。10番のキャプテン山田、これは長い笛、佐賀学園ファールです。警告ですね。警告ですか。主審の森津さんが今2番の江頭を呼んで、イエローカードが出ました。警告です。山田君再三右サイドからいい突破見せてるんですけど、どうもサポーターのせいか、あのまた肉離れが再発しないかと思って心配ですね。大滝監督も何といってもトーナメント方式8日間どうやって選手のコンディションを作っていくのか、それが大きなポイントになると話していました。心配そうに立ち上がって、その倒れている山田を見る静岡の清水市立商業大滝監督です。とにかくこの山田がゲームに出ると清水商業のサッカーが変わるとまで言われております。10番のキャプテン山田、今年に入りまし、失礼、昨年新チームになってまず春先から夏場にかけて右足を痛め、そして秋からは今度は左足を痛めるという、もう満身創痍。全日本ユースの時に70% ぐらいの出来だったんじゃないかな、この大会では 60% ぐらいの出来で上がればいいんじゃないかと言葉少なに語ってくれました10番の山田。さあゴール前です。3対0とリードしている清水商業、チャンス。さあここで10番のキャプテン山田に代わりまして11番をつけました1年生の興津が入ります。10番のキャプテン山田がアウト、11番1年生の興津、兵庫県の淡路島出身という1年生、山田の代わりに入りました。さあ9番の川口が上げる、ゴール前、キーパータッチング、さあ落としてもう1回シュート、左足、ゴールポストの右でした。さあ変わったばかりの11番の興津がいきなり左足シュートを見せました。この
の11番の菊というのは県の総体の決勝でもゴールを挙げるなど1年生ながら清水市立商業のラッキーボーイと言われています。さあ再びゴール前折り返す。さあ清水商業、佐賀県クリア。大きく縦、さあ9番の淵上兄が切り込んでいきます。佐賀学園4番の薩川君とか、まあ、地味ですけども本当にミス出しませんね。放送席、はい、どうぞ。佐賀学園の田中監督なんですがね、はい、今初めてみんなしっかり守れよとそういう声が飛びましたね。はい、そうですか。佐賀学園の田中監督、一見親分肌のように見えるんですが、きめの細かい指導をすることで定評があります。53歳、冬の選手権の開会式、試合に出れない3年生にユニフォームを着せて入場したこともあるそうです。これは笛はありません。12番の川口、これは大丈夫、立ち上がりました。さあ佐賀軍がクリアします。4番のそのなかなかいい動きだという尾身さんの話、4番の薩川、オフサイドの笛です。4番をつけました清水商業の薩川、全日空入りが決まっております。そしてご覧のこの方が佐賀学園田中監督です。部員全員に日誌を書かせまして、生徒たちが普段言えない悩みやあるいは相談事を赤ペンで書いてアドバイスを送っています。2年前ある部員が女で一つで育ててくれた母親を東京に連れてってやりたいと日誌にを通して書いてくれたことが一番印象に残っていると語ってくれました田中監督です。その田中監督率いる佐賀学園は2年前見事全国大会出場を果たしております。放送席、はい、どうぞ。清水市立商業、あの山田選手なんですが、はい、ちょっと待ってください、ゴール前折り返す、これは大丈夫です。さあ7番の七海、もう一度シュート。さあ11番の1年生をきつっ、長い笛です。佐賀学園ボールとかあります。続けます、どうぞ。山田選手なんですが、はい、痛めているあの左の太ももをですね、あの打ったみたいで、大事には至らなかったみたいです。そうですか、はい、ではこれからも大丈夫ですね、2回戦以降もこのままいけますと。おみさん、やはり山田が出る出ないとやっぱ大きいでしょうね。そうでしょうね、相手のまず精神的なもんがまず違うと思いますね。そうですね、佐賀県田中監督も、はい、山田は出るんでしょうかね、出ないんでしょうかね、と言っておられました。さあこの清水商業、3対0とリードをしておりまして、後半も試合は残り8分を切っております。今年はこの静岡代表は推薦出場のこのマリンブルーのユニフォーム、静岡の清水市立商業、そしてもう一つ予選を勝ち抜いてきました清水東、これが別のブロックにおりまして、地元静岡の方ではこの清水市内によります決勝戦、この期待が高まっております。さて12番の川口が上がります。上は佐賀学園ボール。でこの大滝監督、平成元年に2年前に、当時川口さんとおっしゃってたそうなんですが、はい、奥さんの姓に、大滝という、姓を名乗るようになりましたけれども、この大滝監督がかつて川口と呼ばれていた清水商業時代、監督をなさってたのが実は清水東の部長であります玉淵部長だそうですね。ですから決勝でもし顔を合わせるということになりますと、ただいまのオフサイドです。決勝で顔を合わせるということになりますと、まあ、指定対決が実現するということにもなります。その清水東を表して清水商業の大滝監督は、いや実は楽しみにしてるんですよ、あのお互いがライバルとよく言われるんですが、お互いに全国大会でいい試合ができれば、静岡で
なかなか予選が勝ち上がってくるのが難しい静岡で2校も出られるんですから、お互いの対戦を楽しみにしてるんじゃないでしょうか、そんな話をしてくれました。その清水商業と清水東は同じ宿舎に今寝泊まりをしております。さあ9番の川口が上がります。折り返す、こぼれ球、キーパーの北村が抑えます。でこの宿を取るときにも、もともとは清水東の上宿だからということで推薦出場が決まっていたこの清水商業が、清水東が宿を押さえるまで待ってたという、なんか大滝監督がやはり師匠である玉部知部長の方に気を使っているというような、そんな話も伺いました。本郷の蔦屋っていう方なんですね。そうですね、うちの読売クラブのジュニアエースがこの間そこへ泊まってました。あ、そうですか、はい。この両校が果たして最終日までこの蔦屋旅館に泊まることができるのか、今後の戦いいかんです。まあ、正直言って他県は静岡同士の決戦は嫌でしょうけどね。しかし360万静岡県民、そして人口24万清水市民はその清水商業と清水東の決勝対決を心待ちにしております。放送席、はい、どうぞ。応援団席ですが、はい、どうぞ。ほとんどバックスタンドはですね、清水商業の応援団なんです。実はこの試合の後、はい、三沢球技場行きまして、応援をすると清水東の、そういうツアーがありまして、バス16台で詰めかけています。そうですか。一方リードされている佐賀学園ですが、なんとか1点という願いを込めて懸命な応援を続けています。そうですか。なんとか本当に1点が欲しい佐賀学園です。全国大会の成績を振り返ってみますと、共に両チームは2年ぶり6度目の出場なんですが、冬の選手権は清水商業はこれまで16勝3敗。さあフリーになりました。持ち重雄のシュートが決まった。4点目、清水商業4対0。6番の持ち重雄が決めました。よく落ち着いて決めましたね。今のがオフサイドの新ルールの何かね、ちょうど入れ替わって出てった感じで。リプレイです。後半の36分、やはりアシストは七海からでした。七海からのボールを受けた望月重義、6番をつけた選手が落ち着いてゴールを割りました。4対0、大差がつきました。放送席、はい、どうぞ。佐賀学園の田中監督ですが、はい、ため息が漏れました。田中監督はこの佐賀学園を創部以来25年間面倒を見てきました。その佐賀学園がサッカー部が創部された当時はまだ学校にグラウンドがありませんでした。さあ再び清水商業のチャンス、折り返してヘッドでクリア。しかし再び清水商業、キーパーの北村が抑えました。そのグラウンドがない佐賀学園をなんとかサッカー王国にしようということで、学園から 1.5 キロ離れた近くの小学校までボールを抱えて練習に毎日励んだそうです。そしてなんといっても試合がやはり最大のコーチであるという、まあ、そういった言葉を胸に創部当時川の土手でテントを張って九州一周しながら九州各県の強豪チームと練習試合をして歩いたこともあるそうです。その田中監督率いる佐賀学園、4対0、1点が欲しい。しかし後半時間がありません。手元の時計で残り1分半しかありません。
学園は全国大会強豪と対戦していることもありまして、これまで1勝5敗。さあまた再びチャンス、フリーになった、いやしてちょっと合わせた、11番の筒1年生がゲット、5対0、清水商業強し。いや、奥津君のゴール今素晴らしかったけど、さっきのプレーもそうなんですけど、バランスがいいですね、非常に彼はね。後半の38分、スルスルっと抜けてきました。この清水商業でサッカーがしたいと、一人兵庫県の淡路島からこの清水市に移ってまいりました1年生の奥津、5点目を叩き出しました。静岡の清水市立商業、5対0と大きく点を広げまして、3冠達成へ向けてどうやら順調なスタートを切りそうです。手元の時計ではほとんど時間がありません。手元の時計、後半の40分が過ぎました。ロスタイムに入っています。静岡の清水市立商業、冬の選手権16勝3敗これまでの成績、佐賀学園は強豪と対戦していることもあって、これまで1勝5敗、2回戦までが最高です。どうやら冬の選手権、清水市立商業冬の選手権での17勝目が目前となってきました。後半40分を過ぎてロスタイムに入っています。飛んでいきますが、キーパーチャージです。9番の梅原、この人の前半17分による先制ゴールから清水商業は4点をさらに追加。後半の6分には3番の西ヶ谷がヘッドで、15分には7番の七海が、36分には6番の望月重義が、そして38分には11番途中から出場した1年生の沖津がそれぞれゴールを決めまして、5対0リードしております。さあ折り返してヘッドで12番の川口、6点目、6対0、もう容赦ない感じですね。これも7番の七海から、ここで試合終了の笛です。6対0、大差がつきました。7番の七海、7番の松江たちからつきました。佐賀学園5番の大岩、1年生の沖津と今握手。静岡の清水市立商業が前半1対0、後半5対0、通算6対0で佐賀代表佐賀学園を下しました。2回戦、はい、3点目 の、 あのシュートでやっぱり心理的には半分諦めたんでしょうね、はい、ね、いわゆる切れてしまったという集中力、これを続けるのはなかなか難しいものがあります。それでは勝ちました清水商業高校の校歌です。Thank you.
清水市立商業の校歌が流れました。清水商業は明日千葉の市立船橋高校と香川県の高松商業との勝者と対戦することになっております。6対0、まずは順調なスタートを切りました。それではこの辺で失礼いたします。この放送は21世紀を目指す総合科学